第三次ホムスの戦いは、1299年に、モンゴルが、マムルーク朝に勝利した戦いである。合戦のあった戦場の地名をとって、ワーディルハズナダールの戦いとも言う。1260年、モンゴルのフレグファンははるばる、パレスチナを目指して、中東レバント地域を侵略した。エジプトマムルーク朝の侵入に対抗しようとする、直前、彼は、 モンゴルのカーンで長兄の門家の死去による後継ぎ問題のため、急遽モンゴルに呼び戻された。やむなく彼は将軍キトブカの下に二つの屈面を防衛のために残して去った。しかし、この防衛軍はアインジャールートの戦いで敗れ、モンゴル軍はパレスチナ、シリアの地を追われる結果となった。フレグは再軍備して、レバント地域に戻ろうとしたが、マムルーク長と、 密かに同盟していたジョチウルス・ノベルケが、コーカサスで内戦を先導したことにより阻まれ、再侵略を阻止された。デバントを回復した後、マムルーク朝は、どちらも、モンゴルの保護国となっていたキリキア・アルメニア王国と、ルームセルジ1ク朝への侵入を試みたが、敗れ、シリアに押し戻された。1299年、モンゴルが、 シリアで最後に敗れた第二次ホムスの戦いからほぼ20年が経ち、ガザンハン率いる6万機の自軍と4万機のグルジア、及びアルメニア兵はマムルーク町とイルハン町の国境線でもあったユーフラテス川を渡り、アレッポを占拠した。モンゴル軍は南へ進軍した。彼らは幅約10マイルの戦線をホムスのわずか2から3マイル北に展開し、そこから モンゴルの軍は南へ進軍した。マムルーク朝のスルタン、ナーシルムハンマドはこの時、シリアにあって2万から3万機のマムルーク軍をダマスカスの北方に行軍させ、1299年12月22日の早朝5時、ホムスの北東にからサンアラブファルサフにあるワーディル、ハズナダールでモンゴル軍と相対した。太陽はすでに昇っていた。 マムルーク軍騎兵がモンゴル軍に襲いかかったことから戦いが始まった。その後、モンゴルの弓騎兵が彼らの馬の後に立って、マムルーク軍に矢を浴びせる間に、モンゴルの重騎兵はマムルーク軍の中に突っ込んだ。戦いの初期、両軍は早くから白兵戦に陥っていた。結局午後にマムルーク軍の右翼がモンゴル軍によって突破され、モンゴル軍の進撃の方を聞いて、 即座にマムルーク軍は総崩れに陥った。軍団内の伝令が戦場の反対側の側面に着くまでに時間がかかった。モンゴル軍はその突破口を利用して最終的に戦場全体を完全に支配し残りのマムルーク軍を蹴散らした。モンゴルのレバント進行中の第三次ホムスの戦いの場所マムルーク朝側の出典では モンゴル軍の犠牲者が5000の1万人を数えた間、マムルーク町の兵は200人が死んだだけだと伝えている。戦いの奇数が、マムルーク軍の右翼が崩壊したことにあり、それでも、全犠牲者が200人という事実は考えにくく、5人もしくは誇張と思われる。明らかな犠牲者格差にもかかわらず、モンゴル軍が戦場を支配し続け、ダマスカスの選挙に向かったという事実からも、 マムルーク軍が、実は、深刻な敗北を被っていたことが推測される。マムルーク軍は、ダマスカスに向かって南方へと撤退した。しかし、途中で、祖国の独立を望んだマロンハキリスト教、と1万2000人とドゥルーズ派の救兵によって、彼らは絶えず、悩まされた。将軍無礼に引きられたモンゴル軍の一部隊は、ガザンの主力部隊から分かれて、ガザ付近まで、 マムルーク軍を追撃し、彼らをエジプトへと追い返した。大勝利を宣言したモンゴル軍は、ダマスカス到着まで、南から進軍を続けた。ダマスカスの都市はすぐに略奪され、ダマスカス城塞は包囲された。モンゴル軍の勝利を足がかりとするキリスト教国家の十字軍側のタイマムルーク朝で強調した動きは見られず、マムルーク軍は、モンゴル軍の撤退の後すぐにシリアを呼び、 パレスチナの奪還に動き出した。グルジア軍やキリキアアルメニア軍の参加は、西側のキリスト教十字軍とは明らかに関係のない、動機だった。第三次ホムスの戦いの後、モンゴル軍は、パレスチナを圧迫し続け、最終的にエルサレムに到着した。1300年、キバの海馬の補給が切れ、チャガタイ半国の侵入を撃退するため、 モンゴル軍が撤退するまで小規模な襲撃部隊がガザに至るパレスチナ中を略奪した。ありがとうございます。